知床丸、えりも丸には高性能の設備が備えられています。これはサイドスラスター、船が横に進む装置です。狭い湾内でも安全に早く岸壁に着いたり離れたりすることができます。フィンスタビライザー、風や波で起こる横揺れを 90% も減らす装置です。そして可変ピッチプロペラ、翼の角度を変えるだけで前進したり後進したりスピードを変えることができる優れたものです。交通事情の悪い今日、海ほど素敵な道はない。それはまさに青いハイウェイ。北海道へ、東京へ、海の超特急は走るのです。青い空、白い雲、広大な緑の大地、森と湖、火山と温泉、最果ての岬、雄大な地平線、北海道にはそのすべてがあるのです。その雄大な自然のふるさと、北海道を訪ねる旅は、青いハイウェイを走る知床丸の船上からもうすでに始まっているのです。東京苫小牧1000キロ30時間の船の旅は、盛りだくさんの楽しさに満ちているのです。さんさんと降り注ぐ太陽の下、この若者たちはデッキゴルフで青春のひとときを楽しんでいます。知床丸は日本列島の島影を横目で見ながら外洋を24ノットのスピードで走ります。陸上のスピードで言えばおよそ時速43キロの速さに匹敵するのです。揺れをほとんど感じない船の甲板で、海ってこんなに青かったのかと改めて驚きの声を上げることでしょう。そんな青い海を目の前に見る船の最先端のラウンジでは、デッキで遊び疲れた若者たちがトランプに興じています。若者は思い出を作り、老いたる者はその思い出に生きるとか、このひとときひとときに素晴らしい思い出が作られていることでしょう。